多分瀬尾さんがワンマリガかダブマリかしてたと思います。渡辺さんは7枚キープではないかと。はい、ちなみにエルドラージトロン対紛争図なんですけれども、はい、相性としてはいかがでしょう。まあ、初速が全てで、うん、まあ、エルドラージトロンにはチャリスが多分メインに4枚入っていると思うので、うん、まあ、チャリスが2ターン目に1で設置されてしまうと、まあ、かなりデッキの大半のスペルが唱えられなくなってしまうので、うん、まあ、2ターン目にはかなり注目ですね。そうですね、ブリッツ、ナヤブリッツとか昔呼ばれてたようなアーキータイプなので、うん、かなり速いデッキです。ただもうチャリスがなかったらもう止めるのがかなり難しいデッキ、うん、速いので本当に。また先手が瀬尾さんということで、瀬尾さんはダブマリですかね。さあ、まずは瀬尾選手、ザトチからスタートしていきます。そしてここで渡辺選手も1ターン目から展開していきます。もうこれぞ紛争図と。さあ、これはフェッチランドで紛争を達成しているのでプラス1カウンターが置かれた状態で出て 2-3 接種と。愛しのカードエイプに接種が、うん、これはかなり安定した出だしですね。そうですね、このクリーチャーはエルドラージ各種クリーチャーにも強いので、そしてエルドラージの陣から作り変えるものでこれに応戦します。さあ、これは瀬尾選手もいいスタートですね、うん、止めるにはうってつけの最良のクリーチャーです。まあ、チャリスこそ置けなかったもののかなりいいスタートかなと、うん。ここで2ターン目です。渡辺選手としてはここでなんとか展開を多く行っていきたいところではあります。そうですね、ちょっと相手に突っ込んでいくのはかなり難しいので、まあ、横に広げて戦力を強化するターンにするか。さあ、ここでエンズ族の使者マナを出しつつ稲妻で作り変えるものを除去していきますが、トップがエンドブリンガー、週末のマネコン、週末のマネコン。ここでアタック2点と。クリーチャー出さずともテンポを取っていったと。そうですね、まあもう守ってちゃ勝てないと、うん。まあ、当然ながら重いカード、まあ、重いマネ影響エルドラストロンの方が圧倒的に強いので、ここで難題の予見者、手札強いですね。そうですね、まあ当たるかコマンドか稲妻を抜いてちょっと攻めづらく、うん、まあ単純にダメージがでかい当たるかコマンドを抜きそうですが、ここまで来るとサリアは結構どっちでもいいといった感じですか。サーリアはそうですね、もともとあまりスペルが入ってないデッキなので、うん、能力自体があまり意味をなさないので、なるほどなるほど。それよりかはまあ大ダメージが狙えるアタルカコマンドだったり、難題の予見者を殺す可能性がある稲妻、うん。さあ、稲妻を抜きました。まあ、今のところアタックコマンドを使われてもパワーが3までしかいかないので、うん、そもそもそんなに殴ってこれないと、うん。ここで渡辺選手にターンが戻ります。さあ、ちょっと渡辺選手としては序盤に思ったよりダメージが入らなかったなと、うん。紛争の兄さんは攻守ともに長けてるんですが、ちょっと相手のクリーチャーも大きいの で、 そうです、ね、普通に殴り合いをしてしまうと負けちゃうので、うん、どうするか。さあ、踏み鳴らされるとタップインから2人ともタック。さあ、アンタップインしたということは稲妻なりなんなりありそうな、うん。さあ、ここでエンジ族の使者がこっちに送られてダメージは2点と。パッと見稲妻を引いたんですかね、うん。そこで紛争を達成するために、なるほど、まあ、さらにダナムの改革化を
そしてサリアも追加していくと。コンクリーチャーけど本当にエルドラに強いですね、うん、どのクリーチャー対打ちでも美味しいですし、うん、ブロックしづらいし立ってても嫌と。松本さん現状有利フリーゲージどうでしょう。すいません大丈夫常に忘れる。うん、微妙なとこですね。ちょっと手札、この後の瀬尾さんの手札に追加の土地があるかとないと。なるほど、結構ダメージ入っちゃいますからね、その間に。でちょっとこのアクションを見てから動かしましょうか。そう、ちょっと手札が見えたら。そうですね、先ほど見えた限りでは現在、作り替えるもので手札に入った3枚は見えたんですよ。もそして地図、あ、ディスメンバー、あとあれですね、ググ、あとは現実を砕くものも見えましたね。これはサリアも微妙に効いてますね。うん、ちょっと動きづらそうな感じですね。今のターン土地のサーチまでいけなかったの相当大きいので、うん、さあここでさらに4点が入って、まあ、瀬尾選手もいつかはあの 2-3 クリーチャー止めなきゃいけない時が来るんで、うん、それが来てしまうともうゲームオーバーな気がしますね、うんうん、それまでに殴り返せるなり一気にクロックで追い抜くなりできないとちょっと苦しそうですね、うん。そして対する渡辺選手もクリエイターリソースでライフをゼロにする三段を狙っています。まあ、渡辺選手は手札に当たるかの命令もあるので、うん、もう2匹とも殴っても良さそうですけどね。サリアだけ残して、お、サリアも行きましたね。サンタアタックスッと戻りましたね。このサリアなんですけれども、はい、こうサイドに入っていることも、まあ、多いとは思うんですけど、はい、紛争図ですね、メインに入っているということは、まあ、それなりに青赤ストームですとかそういったデッキを意識してメインに採用していると。そうですね、どれぐらいにどの2マナ液と変えたのかが気になりますけど、うん、隠れた薬草ですかね。ちょっとあのバーニングツリーエミサリーとたくさん引くと展開がその 2-2 を連打して終わりになっちゃうことがあるので、ちょっと多すぎるかなって思ったことがあるんですけど、まあ、やっぱり効くデッキにはとことん効きますからね、うん。さあここで痩せるナガティルを追加します。さあかなりプレッシャーかかってきましたね、うん。これ現実を砕くものは出せるんですけど、もう殴れないんで、これもうガゼンセオさんが不利な、さらに不利になっちゃいますね。ここで現実を砕くもの、もう殴ると死んじゃうんで、うん、盤面で、パワー2のクリーチャー全部3になって、それが3体抜けると本体3点倒して死んでしまうので、うん、もうこうなると渡辺選手はもう 2-3 でプレッシャー与え続けるだけで、いつか強制的に大きいクリーチャーと交換して、うん、まあ、どんどん盤面が有利になっていくので、うん、強いですね。まあ、このまま無理をせずに 2-3 だけどつき続けて相手が値を上げてきたら、まあ隙を見せてきたら当たるかの命令でとどめっていうのが理想的な展開ですね。うん、カードエイプではないですね強いですね。やっぱ接種は偉大ですね。このマッチにおいてかなり強い。あれカードエイプだったら多分ライフ16で止まってますからね。そうですね、単にこう4-4出た瞬間にもぞもし始めますけど、じゃあナーナムの開発家にはなんと摂氏がついているとですね。まあ多分通ると思うんですけど、まあ一体止めるかもしれないですけど、うん、まあ通って8になって、まあ、そうすると次のアタックを止めるとほとんど不可能なんで、お、もう強気にいきました ね。まあ確かにいつまでも通していられないですからね。摂氏台打ちと、まあかなり瀬尾選手思い切ったんです。まあ、しょうがないですね、本当に。もう次はもうアタックで、どうブロックしても死ぬようになっちゃうんで、ライフが多い位置に止めて。そしてここでもう一体、野生のナカティールを追加していきます。そうですね、コメントにもありました通り、週末を招くものが、先ほど作り替えるものが手札に入っているので、次のターンにドドンと出てくる可能性はあるんですが、対する渡辺選手も、当たるかの命令を抱えているといった状況ですね。まあ、瀬尾さんはここでもう土地を引いて出さないで、ここが最後ですね。引けないともう間に合わないと思います。
だけどあれか、地図から一応出せるかな。ウルザを揃えて、うん、おお、あ、これはちょっと話が、一万足りない、がサリアがいると、ギリギリ間に合いそうですね。このターン7万にして神話を招くもの呼んで1体止めて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10点、ライフは2でストップするんで、ここでウルザの鉱山を出してウルザ土地完成と。さあここで神話を招くもの、さあこれで一応2残って、で次のターンは全体除去が打てる3段、全てはチリを今引いたんで、うん、あ、これはちょっと戻ってきました。ブルブル、週末を招くもののプレッシャーすごいですね。そうですね、全ての効果がクリーチャー的にはあいつもめちゃくちゃ強いですからね。さあ少しだ、2点足りない、このままだと。今盤面と手札の当たるかの命令で10点を確定してて、まあ、ゴブリンの先達や稲妻があれば決まるかもと。そうですね、速攻クリーチャーか火力が引ければ、うん、ただ引いたのが緑のカードっぽかったので2マナ22か何かに見えましたが、うん、まあけどここは止まれないですね、もう行くしかなそうですけど、うん、まあ渡辺選手これだけ悩んでるってことは、まああんまりゲームに絡まないカードを引いたと思うんで、うんうんうん、スペルはスペルだったんですけど、ここは、うん、どうでしょう、かなり悩んでいますが、まあ、行くなら全部ですね、うん、全軍でアタックと。さあ全てのクリーチャーがプラス1と本体3点、うん、これで10点入りますよ、このままだと、うん、おそらく3点とプラス1を使ったので、それで10点、ライフは2と。ここでターンエンド、手札気になりますね。多分2マナ22だと思いますね、紛争してたらマナが出るやつかなと。なるほど。さあ盤面は瀬尾さんが盛り返してきたんですけど、まあ渡辺選手としては死ぬまでに火力が引けるか、ね、瀬尾さんの手札には全てはチリに、そして作り変えるものがあります。このターンちょっとマナが足りないんで、うん、3、2と全てはち両方は今の状態ではできないのか、うん、1、3、4、5、6、7、そうですね、エドラージの陣合わせて、さあここで全てはチリ、半目のサラチになって、うん、さあアタックして残りが 8、うん、8、さあ盤面は逆転しましたが、トップで終わってしまう。そうですね、赤いデッキにはやはり火力があるのでエンドしておきます。ともに小さくものもアタックとヘッジでしたね。さあここどうしていくかと。ただもう一ターンはありそうですね、チャンプブロッカーがいれば、でいなくても足りないので、手元のデッキリストで確認しますと、渡辺選手、入っている火力がライトニングボルトとタルカの命令、稲妻とタルカの命令の計8枚とですね、この1枚ずつ、捨てられたり使ったりしているので、残り3枚ずつということになります。
さあ瀬尾選手もこのターンにとどめを刺すことはできなさそうに見えるの で、ね、あと1回チャンスがありますね。さあ難題の有権者と現実北濁問題という段になりますね。あ、なるほど、強さえって2枚と、なるほど、ありがとうございます、失礼しました、うん。さあ一応の手からの、はい、現実北濁問題、さあ2体いきましたが、さあ最後の1枚、さあこのターンで黒子引けなければ渡辺選手の投了ということですね。さあ準々決勝1本目は瀬尾選手が勝利しました。ギリギリでした。あそこのブロックがかなりもうナイス判断でした、うん、あそこで1回でも通してると多分死んでたんで、うん、あの瀬尾さんが2匹いっぺんにブロックしたとこが好判断でしたね。さすがは元スタンダードですね。ですかね。さあこの後はサイドボードに入ります。さあお、なんかすごいカード見えますね。なんか見えましたよ。さあただクリーチャーがバーニングツリーミスサリーしかない。さあしかし避けしてキープ。さあここでキープしてましたね。渡辺選手の先行でスタートします。さあタップインからスタートです。そしてバジリスクの首はまあ、動き出すまでにはかなり時間があるので、ここでフェッチランドからすごい高い方の吹きさらしの声出てきましたね。今ちょっと僕集めようか真剣に悩んでとかさっきから炎獣族の使者で2マナを出して野生のナカティル、そしてタインドと、ここでエルドラジの主人から作り変えるもの、これはなかなか、さあ手札が当たるかの命令と怨恨しかないのかな、うん、どうせの地高、うん、どう攻めてもきついですけど、まあ、止まれないんで、うん、もう攻めるしかない、ね、行くしかないですよね。まあ中テルにつけて中テルをブロックしてもらえたらいいんですけど、うん、バーニングツリー止めてきそうなんで、そっちの方がダメージがでかいんだったら、これ結構どっちにつけるか悩みますね。まあ、うん、難しいけど、ダメージ計算して、3,4,5,6,7,8,9,10 点と、うん、連続の下に変更をエンチャントしてアタックと。まあ、これだと中テルが止められたときに次のターンランカーの一番は、
どうですか、難しいですね。もうまあ概ねこっち止めてくるんでもうしょうがない気もしますけど、中手入れにつけると多分もう当たるかこうなのかバレちゃうとは思うんですけど。さあここでナンダイの剣者が手札に入ります。さあここでもう一体ブロッカーが出てきて、それで手を焼いてしまうようだとすごい時間が、お、しかしさあここで精神石から竹の地図ということは土地がない。そうですね、このターンは一旦、さあこのターンは大きい。これはもしかすると7点、ライフは5になる計算ですが、果たしてさあ7点、これが通ってライフが5、さあ一応ブロッカー一体だと足りる盤面になりました、うん、隠れた薬草を盤面に追加してエンドと。さあこれは一点厳しい、土地が引っ込めない瀬尾選手ですが、竹の地図起動、これは耐えられなさそうですが、先ほど手札に入った難題の剣者ですとかなり厳しい。ここバリスタが一応いますが、バリスタでも死んだよね。バリスタはまず X1 なの無理ですね。剣者しかないんですが、多分これはしのぎきれない。うん、おー、押し切りました、ね、おー、はい、というわけでギリギリ準々決勝2本目は紛争ゾウスカ渡辺選手が取り返してゲームカウント1-1、勝負は3本目に移ります。さあ瀬尾選手どうでしょう。ちょっと土地はあるように見えますが、対する渡辺選手はありがとう、いまだにこのゲーム中1回、1ゲーム1回ってこのリフルができない、ファイルシャッフルができないのはちょっと慣れないですよ、はい、どうしてもやりそうになってしまう。結構好きでした、まあ、やりたいですけどね、どうせ、まあ、基本的にはね、やりたいことはまあ分かります、ね、僕ファイルシャッフル早いんで、まあすごいシャッフルするんだったらあんま変わんないかなと思いますけど。なるほど、そうですね、まだあのヘイストをつけるゴブリンが登場していないので、無謀な奇襲隊、さあサイドイン下であろう溶鉄の雨は見えますが、どうでしょう。ダブルマリガン、あ、違う、戦術か。さあまずはブルダの塔から探検の地図。さあしかし一旦エンド、うん、ここで幽霊が、お互い静かな立ち上がりですが、この展開ですけどモルテンレインはかなり刺さりそう、今のところ瀬尾さん次の段にエルドラジテンプルを持ってきて、うん、強い役者ができればっていう感じなので、
さ、隠れた薬草湯は今引き込んだようです。ここでフェッチを起動。さあこれで紛争を達成してどれぐらい動けるかですね。うん、これで2マナが出ている状態ですね。これがこの動き方エンドな気がしますね。確かに。さあ他にはアクションがなかった。さあ対する瀬尾選手、エルドラジョ寺院を持ってきますと。これちょっと難題の予見者だと苦しいですね。で難題の予見者。なるほど、結構スペルがたくさん。鋼鉄の雨が2枚、そして綾のつなぎ止め、当たるかの命令、そして破壊的な強弱と。まあ今綾のつなぎ止めを抜いちゃったら、そうですね、かなり手が止まっちゃいますね。渡辺選手もランド引かないと、ランドが10引かないと相当、うん、時間を稼がれてしまうので、まあ、とりあえず岩屋のつなぎ止めを抜いて、さあここは引けないとかなり苦しいですが、さあ引いたのはおそらく炎獣族の使者ですね。やっぱり土地破壊はもうどうしてもその性質上ちょっと遅れると効果が薄くなってしまうので、さあここで幽霊が4追加。様ですが、うん、いかにも除去を持ってそうなアタックですから、まあ、ブロックしたくてもちょっとできない。瀬尾選手かなり手札が安定してます、うん、何から出してもといったとこではありますが、まあ破壊的強弱を食らわないようにこのターンは3に作り替えるものだけ出してエンドで良さそうですかね。さまさしく3に作り替えるものを出してターンエンドと。なんとしてでもここで土地を引き込みたいんですが、引いたのは中手です。中手でしたね。なかなか、うん、ちょっと攻撃に行くとも苦しそうなので頑張って守るしかない。さあここは、手札の大半を知られてますからね。今3枚ぐらい知られてるので4枚か。
ちょっともう中途半端なアタックをしても絶対に損をするようにブロックしてくれないので、うんうん、まあ、ちょっと瀬尾さんのもう呪文が切れることを期待して守りを固めるしかなさそうですね。ここで獅子切断で、カティルは除去と。さあ、もうバリスタを出して両方殴ってよそうですよね。サイルドラジの人員をさらに追加。X2 で歩行バリスタをキャストしていきます。まあこれはもうどうブロックしても苦しいんで、まあ3人ストロしかなそうですよね。まあ、とりあえず3人なりバリスタなりを使わせて、うん、まあ、いわゆるつなぎ止めみたいなカードを引いて、ここはダブルブロックで、その下が1体をこうバリスタで、まあ、これだといわゆるつなぎ止め引いた時のリターンが一番大きい、3人も殺さずに、うん。で瀬尾さんも今徐々にスペルがもう今精神石しかないと思うので、うん、ここで引ければ。さあ引いたのは見鳴らされるちと。ここでアンタップインしてしまうと、おそらく、ちょっと今有効牌と呼べるものがないので、そうですね、鉄の雨でウルザの塔を破壊していきます。で、投了とですね、はい。というわけで第9期モダン史に挑戦して決定戦準々決勝のフィーチャーマッチはエルドラジトロンを使う瀬尾健太選手の勝利となりました。おめでとうございます。エルドラジトロン、あれが難しいですよね。ああいう、ああやって土茶化を入れると盤面もかなり強いデッキなので、僕も今アブザン使ってて大爆発の魔導士をサイドインすべきかどうか、先手の時は入れてるんですけど、うん、後手でどうするかとか、その辺はしっかりやり込んでないとやっぱり難しいなと。そうですね、ズーの場合はダメージも入る土地破壊なんで、うん、入れるとは思うんですけど、アブザンとか他のデッキはデッキの時はどうするか、うんうん、まあ、このデッキはかなり大本命なので、はい、結構しっかり動きを見ていた方がスランプリ神戸で、サイドインアウトはやっぱり、ね、どのマッチもそうですけどね、うん、